ちょだいたちよ。私たちは、イエス・キリストの母親、兄弟、姉妹となるために選ばれたんです。彼をこのように産むために私たちが選ばれたのです。彼の兄弟、彼の肉の肉、彼の同じ霊を持っているものになるために選ばれたのです。彼に似たもの、彼と同じように生きるため、教会に呼ばれたのです。息子、あるいは娘を見たら、すぐ、自分のお母さん、彼らのお母さんを、ああ、そっくりやな、と言いますよね。そのために私たちが選ばれたのです。イエス・クリスト、私たちの行いは、イエス・クリストにそっくり、同じ行い、同じ考え、同じ言葉を語る。これはもうダメですよ。難しいんですよ。考えられないんですよ。主作遠藤は全然違うこと言ってたでしょ。沈黙を読めば、そしてその映画を見たら、全然違う考えでしょう。いやいや、それぞれのところ、それぞれの、国には、新しい、福音を、述べ伝えなければならない。新しい種を植えなければならない。それぞれの文化に合わせて福音を述べ伝えなければならない。本当に、この大きな間違い、大きな誘惑は私たちのそばにいます。あります。いつも悪魔がこれを言っています。現在ね、教会にもすごく強いです。自分なりのようなクリスト者の生き方。これは、須崎遠藤が書いたことです。彼の書説は、このメッセージを私たちに伝えたんですよ。もうすぐこの映画がね、マーティン・スコルセーセが作った映画は日本にも出ます。わあ、ひどいですよ。ひどい。日本人として、日本的に、日本風に、キリスト者になること。日本の教会。日本何？日本人は何？もちろん日本人です。イタリア人、スペイン人、フランス人。もちろんですよ。それを全然軽蔑する必要がない。全然。むしろ、日本人として生き、キリスト者になることは何ですか？キリストにそっくり。キリストと同じように生きる。どんな国にも、どんな状態にも。だから、文化とかなどだけではなく、私の家族はこれであるから、私の家族的、私の家族のなりに、私がキリスト者として生きるということ。それは嘘ですよ。それは大きな間違い。これは悪魔の偽りです。それによって、福音には力を抜けます。私たちが、それを聞いて、それに、耳を傾けて、それを信じるならば、私たちが、キリストの十字架を信じることをやめます。主イエス・キリストの死と復活の力を信じなくなる。もう、自分なりに、殉教を逃げるように、自分の命を、救うために、自分なりの、キリスト教の生き方を作る。自分を従う、肉に従うものとなってしまう。だから兄弟たちよ、今日の福音に現れるように、私たちがただ一つのことが必要です。必要とする。何ですか？御言葉を聞くこと。御言葉を聞くこと。
忠実に教会は御言葉を宣言し布教する、良い知らせを述べ伝えること、イエス・キリストの人復活を述べ伝えること。聖パウロは、私は十字架に貼り付けられたキリストしか述べ伝えない、この愚かさ、この十字架の愚かさを私が述べ伝えます。意外は嘘です、偽りです。私たちを惑わす悪魔の言葉、もちろん優しい言葉です。見てごらん、どうしてこんな苦しみを耐えなければならない、どうしてキリスト者はこの日本ではこんな苦しみを背負わなければならないんですかと。すごいね、この言葉ははっきり現れますね、小説にも映画にも。わお。そして日本人になり、もちろん形かもわからない、形だけだかもわからない、そして死んだ時には十字架を持っているかもわからない。だから多分心の深いのところではイエス・キリストを捨てたわけないけど、そのイエス・キリストは自分の日常の生活にどういうふうに現れたのか、どういうふうに私の日常の生活を救ったのか、このようには救いが現れます。それでないと宗教もキリスト教もいらないんですよ。本当にわかりますか。私たちが日常の生活の中には十字架を持っています。どういう十字架ですか。どういう十字架、その映画の中には、そしてもちろん小説の中には、イエス・キリストを捨てるのは愛の印です、一番大きな愛の印となると、他の人を救うためには自分とつながっている他の信者を救うために、司祭がキリストを公に捨てなければならない、そして日本人として、そして仏教に従って生きること。わお。それで他の人はどういうふうに救われる、イエス・キリストの良い知らせ、イエス・キリストの愛、イエス・キリストの勝利はどういうふうに他の人に届くのですか。なんで選ばれたのですか。だから御言葉を聞く、忠実、教会の中で御言葉をそのまま聞く、教会は私たちの母であるから、教会がその御言葉と筆跡によって私たちを新しいものに、新しいものを通して私たちを生む、私たちをキリスト者になるまでに導く、教会の体内の中に私たちが大人の信仰をもらう、そしてその大人の信仰は私たちに一つのことを語ります。私たちは確信しています、聖パウロ言います。私たちは確信しています。死も過去も未来も現在もどんな秘蔵物も私たちを主イエス・キリストから離させることができません。私たちは今日天国を経験することができる、今日私たちは天国を、もたらすことができます。そして天国を持っている人たち、永遠の命を持っている人たちが全然違う形で生きます。生きる永遠の命をもたらすものはその永遠の命を生き方として、悪で答えないような、態度を通して、行いを通して、言葉を通して天国をみんなに示して、証をするのです。そうでないと全ては無駄です。全ては無意味な人生になってしまうんです。その映画、その小説の中には現れるのは大きな矛盾。もちろん人間は怖い、みんな死の前に怖い、当たり前ですよ、当たり前。
けれども多くの数えられないの殉教者にはこの永遠の命が現れました。日本では現れました。だからこそ私たちがまだ日本にいます。まだ信仰の種は日本に隠れて守られたんです。忠実にキリスト者として生きること、忠実に、それはできないんです。それは私たちの喜び、それは私たちの喜び、私たちの感性です。私たちがキリストを捨てると、全てを捨てる、キリストと一緒に生きるということを捨てると、全てを捨てて私たちの人生も無意味なものとなってしまう。もうどこ行くか、どこから来るか、全て忘れてしまう。だから、その、映画の中に現れる、終わりはもうありえないんです。ありえないんです。もちろん不思議にみんな神様に愛されている、それは別のことです。でも選ばれたなら、キリストの弟子になるために選ばれたなら、それは教会の中でちゃんと養成されて導かれて、大人の信仰をもらって、そしてイエス・キリストの母、イエス・キリストの兄弟となります。イエス・キリストのそっくり、私たちの行いはイエス・キリストと同じような行いです。十字架に貼り付けられることはその一番大きな技です。大きなイエス・キリストに、似た技です。元気を出しましょう、兄弟たちを、もちろん私たちを待っているのは誘惑、殉教、毎日の殉教、主人から奥さんから、仕事のところでは、もうどこにも私たちが殉教で囲まれています。殉教に囲まれていますけど、キリストは全てに勝つことができます。彼の十字架には力があります。悪魔を打ち砕く、この勝利は愛です。敵への愛です。敵の愛です。私たちは教会の中ではキリストの味方、キリストの眼差しの下にいます。キリストが教会の中ではいつも私たちをじっと見てくださる、というのは彼の眼差しが私たちを見守る、私たちを導く、私たちを愛する。その眼差しはキリストの愛の印です。いつも慈しみを持って私たちの、転び、私たちの、間違い、私たちの罪を見ます。いつも慈しみを持って私たちはキリストに 見られています。だから神の御旨を果たすのは神の恵みです。教会でもらう恵みです。御言葉を聞いたら、本当に純粋に御言葉を聞いたら、御言葉を聞いたら私たちが自動的に自然に神の御旨を果たす。どうしてその言葉には実現する力があります。だからそのまま教会で御言葉を聞いたら、そのまま私たちが教会の助けによって、その御言葉の力によって、つまり非責によって、導きによって、私たちが神の御旨を果たすことができます。肉を超える関係が現れます。肉的な関係ではなく、肉的な関係 の関係で信仰を捨てた、その弱さの関係で、そのフェレイラ神父など、諸説に現れるように、映画に現れるように、その信仰を捨てたが、私たちは多くの殉教者、全世界の中に殉教を受けた数えられない殉教者と一緒にキリストにそっくり、キリストと一緒に歩むことができます。命を懸けることができます。全ての人々、日本人、
自分を殺そうとする日本人を愛することができます。彼らのために命をかけることができます。これは私たちの勝利。これは毎日毎日の生活の中で経験することができる勝利。主人をそのまま愛すること、奥さんをそのまま愛することです。良い日を。